委員会共同代表であり、全国市民役所の運営委員でもあります福山俊吾さんよりお願いしたいと思います。福山さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介をいただきました福山俊吾であります。よろしくお願いいたします。本当に今日は最後まで集会結集ありがとうございます。先ほど聞きましたが、1300人を超える仲間がですね、皆さんに拍手で確認しました。本当に立憲野党の皆さん方から力強い戦いへの決意もお話をされました。松尾さん、石川さんの方からもですね、幅広く憲法擁護の運動を進めようという提起もありましたし、あと岡本さんから岸さんまでですね、それぞれの地域で俺たちはこう頑張ってるということでの提起もありました。それぞれ私たちの胸を打つですね、提起であったかと思いますし、そして主催者挨拶ということで長尾さんの方から総裁候補、あるいはまた市民アクションのですね、提起をさせていただきます。そうした提起もこう受けながら、私の方から最後に簡単に法の提起をさせていただきたいと思います。いろいろ私がありましたように、安倍政権は国民生活と憲法を破壊しながら日本を戦争する国、軍事大国へと導き続けています。具体的にはアベノミクスで貧困と格差を拡大させ続けています。また森友や家計、スーパーコンピューターやリニア新幹線など、安倍首相の周辺の権力の私物化と腐敗が目に余るものになりつつあります。そしてまた、平和を語るべき一番重要なこの時期に、彼自らが朝鮮危機を煽り、そして軍事的緊張と戦争の危機を作り出しています。あらゆる戦術がテーブルの上に並べられているということについて支持をしているようでありますが、 100% この東アジアで戦争などを起こしては絶対にありませんし、この国は戦争に行くことではありません。また沖縄の県民の意思を無視をして民主主義を破壊し、弾圧でもって辺野古への進出建設も強行をしています。安倍政権の悪事を数え上げればまだまだたくさん出てきます。しかし極めつけはですね、2000年代の半ばに入りまして戦争法の改悪、そして去年は共謀罪の改悪をやり、そして今度は憲法9条の条文の改悪をやろうとしています。それで日本の憲法全文と9条は崩壊をしてしまいます。日本は戦争する国、軍事大国へと変わってしまいます。こんなこと皆さん許せますか？絶対にしないでしょう。私たちはこの間戦い続けてきたと思うんですね。戦争させない総括行動実行委員会に結集をして、そして安倍9条改憲の全国市民アクション実行委員会に結集をして、そして市民連合に結集をして、野党共闘に結集をして戦い続けてきたというふうに思っております。そしてこの間の私たちの戦いは、従来の平和運動の中にあった運動の分岐をまとめ上げるという意味では大きな役割を果たしてきたと思うんですね。そしてそういう意味では私たちの戦いがさらに前進する、憲法の理念を実現する体制というのがさらに前に進む、そういう意味では希望を作り出してきたということは事実だというふうに思うんです。しかし私たちはここできっちり総括をする必要があると思うのが、確かに安倍政権を
揺さぶることはできました。しかし韓国の民主主義運動がパク・クネを退陣に追い込んだように、私たちはまだ安倍を退陣に追い込むところまでは来てません。私たちはそのことを冷静にきっちりと見極めるべきだと思います。私たちはこの間の戦いの中で多くのことを学んできたと思います。そして多くの教訓も得たと思います。いくつか、お話をしてみたいと思います。一つは総掛かりを超える総掛かりを作ろうということです。総掛かり運動を作ろうということです。私たちは連帯の輪は確かに広がっています。しかしまだ広がりきれてません。青年に、学生に、すべての労働団体に、あるいは宗教団体に、消費者団体に、まだまだ全体の輪が広げることができていません。そしてからまた本当に生活の中で困難な状態にある人たちのところにどれだけ全体の輪を広げれたのか、私たちとしても深刻に反省をする必要があるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味でまず一つとして、私たちは今まで作り上げてきたものをさらに横に広げるという意味で、総掛かりを超える総掛かり運動を提起をしていきたいなというふうに思っています。そして今回、安倍休場会見の全国市民アクション実行委員会ではですね、休場の会の皆さん方が参加をしてくれております。全国に5000から7000ほど組織があると言われております。本当に地域から草の根からもう一回安倍政権を包囲する運動を作っていきたいというふうに思います。2番目はやはり憲法の中の重要な問題であります貧困と格差、差別の問題についても私たちはもっと向き合う必要があるというふうに思います。そして3点目はですね、沖縄と本気で連帯すること、このことが求められていると私は思います。沖縄の知事を先頭にあれだけ戦ってるんです。そして連日キャンプ勝負の前で座り込みでもって辺野古の基地建設が進むのを止めようとしてるんですね。それでも安倍は沖縄辺野古への基地建設をやろうとしてます。なんで安倍ができるんだろう。やっぱり東京で本土で沖縄と連帯する戦いの弱さ、力の弱さ、これが安倍の暴走を許しているんだと思います。私たちそのことをもう一回きっちりと胸に刻みたいと思います。そして4点目でありますが、東アジアで比較平和のための戦いをきっちりと作り上げることだと思います。朝鮮民主主義人民共和国に対する評価っていうのはいろいろあります。しかしここで東アジアで軍事的緊張、戦争を起こしては絶対ダメです。私たちは平和のために、私たちとしても東アジアで比較平和を確立しよう、こうした大きな集会をぜひ作りたいなと思います。そして5点目ですが、野党共闘についてであります。野党共闘はこの間大きな役割を果たしてきました。しかし冷静に私たち見たいと思います。参議院選挙の時も3分の2を彼らに取られました。今回の衆議院選挙も3分の2を彼らに取られました。野党共闘は本当に市民と野党が共闘することによって平和、民主主義、憲法、1分前ってなってましたちょっと時間あるかなと思って全体が長くなっておりますが、のための希望であります。そういう意味で本格的な野党共闘を作り上げる必要があろうかというふうに思います。そのためには立憲民主党、共産党、あるいは自由党、社民党、
それぞれの政党が我が党第一主義ではなくてですね、本当に日本の平和、民主主義、憲法、脱原発のために戦う野党にぜひ変わっていってほしいなというふうに思います。それから、ことを問題に持ちながらですね、時間がありませんので、数点、具体行動を提起します。一つは、金正の条文改正を絶対に阻止すること。そうでしょう、皆さん。金正が安倍に、お次を絶対させないこと。そうでしょう。そしてそのためには、私たちは3000万書店を絶対集めるということ。そうでしょう。3000万書店を集めたら、安倍のお次など飛んでいきます。そして私たちは、19日の日の行動でありますとか、1月22日の開会日の行動でありますとか、今日帰りにビラが配られると思いますが、 5.3 の憲法大集会を予定をしています。従来5万6万集まっていただきました。今年は多くの方々が語っています。憲法の正念場の年、決戦の年です。東京の有明に10万人集まりましょう。また国会闘争が1月22日から始まります。森友家計の問題、2018年度予算の問題、生活保護費など切り下げられる問題、軍事費が膨張される問題、多くの課題があります。立憲野党の皆さん方と連携しながら頑張りたいと思います。それと沖縄の戦いも焦点を迎えます。名護の市長選挙、沖縄の知事選挙、そして毎日戦われている辺野古のキャンプ芝生前の座り込み闘争に連帯もしたいと思います。また3月14日に山城さん、稲葉さん、添田さんに対する不当な判決も下されようとしています。2年6ヶ月の休憩ですか、2年の休憩ですか。辺野古で座り込んだら2年の懲役の休憩ですか、2年6ヶ月の休憩ですか。私たちはもっと沖縄と寄り添い連帯をしたいというふうに思います。5月の下旬に沖縄に関わる全ての人たちと連携しながら大集会もやりたいと思います。そして脱原発の戦いも焦点になるんじゃないかな。原発基本法の問題、また再稼働の問題、多くの戦いが私たちの前に横たわっていると同時に、私たちが頑張ったら全部勝てる課題ばっかりですよ。彼らに正義がありますか？憲法9条を改悪するということのどこに正義があるんですか？沖縄の県民があれだけ反対してせんのに強行する、どこに正義があるんですか、はい、森友家計、あるいはスーパーコンピューター、リニア新幹線、レイプ疑惑隠し、どこに正義があるんですか、ないでしょう。私たちの戦いは本当に平和、民主主義、憲法を確立する戦いだと思います。私たちが頑張ったら終わりになりました。絶対に負けない、絶対に負けないということに確信をもとを持ちたいというと思うんですね。そうでしょう。頑張り合いをしたいと思います。そして、安倍の改善に向けてですね、もう一段私たちは戦いを進めたい、もう一歩前に進めたい、もう一段階段を上がりたいと思います。共に頑張り合いをしましょう。お願いしたいのと、あとゴミはありませんので、お持ち帰りをお願いします。
ください。電車内の広告はすごい高いですけど、皆さん一人一人これ今日こうやって書いてくださればただですので、よろしくお願いします。あと 5.3 のチラシが今届いています。お手元には皆さんまだないと思います。電車でほやほやの 5.3 健康集会のチラシを受け取ってください。よろしくお願いします。あと署名用紙がございますので、署名をしてくださいましたらぜひこの署名用紙を持ち帰ってください。皆さんで協力し合ってこの署名を広めていきたいと思います。そして 5.3 健康集会、みんなの力で成功させていきたいと思います。それではちょっと長い戦いになると思いますが、今年も1年頑張りましょう。やる気じゃないです。